ベオグラードにあるバイロクリーモスク本項目では、セルビアのイスラム教について記述する。セルビアのムスリムは、民族的には主にボシュニャク人、アルバニア人で構成されているが、少数民族であるムスリム人やゴーラ人と同様、ロマにおいても人数は少ないものの重要な地位を占めている。2011年の国勢調査によると、 セルビア国内には228,658人のムスリムが居住している。セルビア国内においてムスリムが多数集中している地域としては、三弱地域にあるノビパザル、トゥティン、シェニツァとプレシェボ渓谷にあるプレシェボやブヤノバツなどがある。セルビアのムスリムは様々な民族的背景を持つものにより構成されている。 大ムフティのアデムジルキッチセルビアのイスラム教信者は、主に二つの独立した組織に所属している。一つは、ボスニア・ヘルツェゴビナイスラム教コミュニティの支部であり、もう一つは2007年に設立された組織で、セルビアの地方で設立された組織である。セルビアイスラム教コミュニティは、ベオグラードに本部を置いており、大ムフティのアデムジルコッチが統括している。この組織は、 以下の支部に分かれる。セルビアのイスラム教コミュニティは、ノビパザルに本部を置いており、ムフティのムルイマー EF、ズコリックが統括している。この組織は、以下の支部に分かれる。ありがとうございます。